しまった。くそ、もう一度。何者？何事ですか、創造師。陽子様、失礼しました。そこをどきなさい、様子を見ます。それはなりません。特訓中は何人たりとも中に入れてはならぬと若のご命令です。特訓？謎の特訓を。そういやこの 2,3 日学校も休んどるな。はい、涼子様が心配して訳を聞こうとなさったのですが、若は特訓部屋から出るなり気絶してしまわれたのです。気絶？よっぽど恐ろしい特訓してるっちゃ。なるほど、それでわざわざ様子を見に来てくれたんですね。大丈夫なのけ？みんな心配しているぞ。そうか。これが金持ちの子タルタルソースだって。とてもそうは思えんのだが。まさか気絶したそうではないか。何の特訓やってるっちゃ。これだけは秘密にしておきたかった。しかし特訓を始めて10日余り、何の成果も上げられず、ただやつれていく自分が歯がゆい。ラムさん、うん、ちょっとラムさん、聞いてるんですか？ラムさんだけにお見せしましょう、僕の秘密を。ツボ？漬物ごっこけ？いえ、これが特訓の正体です。やっぱりダメだ。暗所恐怖症と閉所恐怖症を治そうとしてたのけ？はい。虚しいことやっとるな。なっ！そんなに悩んでいたなんて。情けねえやつだな。今まで治らんかったものがこんなつまらん特訓で治るわけあるか、アホ。タコツボみてえだぜ。もういい。生地顔が良くて金と権力を持っているだけに惨めだ。そう気を落とすな。いっそ貴様のようにアホ面の庶民だったら諦めもついたろうよ。わー、くらえてはやばいよ。過去に戻って恐怖症の原因を解けばいいのに。そんなことができるんですか？簡単だっちゃ。簡易タイムマシン。おい大丈夫なのかそれ。ちゃんと直したから大丈夫だっちゃ。とりあえずこのくらいでと出発だっちゃ。どうなってんのよ。ずぶ濡れだぜ。タイムトラベル成功だっちゃ。もうちょっとマシなところに出れんのか。そんなこの懐かしい噴水は信じられん。こんな安直に過去に来られるなんて。くせ者。なんだこの利発そうな子供は。間違いないわ。このとことんひなた面は周太郎だっちゃ。わかおう。黒メガネ、どうなさいました、バカ。クセモノだ、ヒトレイ。貴様らいつの間に何者だ。何を言ってる、僕だ。貴様など見たこともないわ。だってアホかあいつは。
今のうちに逃げるっちゃ。少し可愛くないな。プレイモノ。そう？可愛いじゃない。処罰してやる。うまいな。俺たちはお前のために。たまれ庶民のくせに。ガボッ。ほら何をするか。プレイモノ。おお、泣かないな。まだ恐怖症じゃないっちゃね。お前は死刑だ。ね、ちょっと何するっちゃ。ダーリン、こういうガキは甘やかすとろくな人間に育たん。今のうちに根性叩き直しちゃる。やあ、面堂くん、逃げてこれたのか。よかったよかった。かわいそうに。怖かったろ。さ、おいで。お前なんぞに哀れみを受けるいわれはないわ、ゲス。な、な、怖いくないよな。叩くな。もう、いい加減にしなさいよ。泣かなくていいのよ。お姉さんが守ってあげるからね。あ、気に入った。そっちをツモにする。どうしようかな。なーにを言ってる、このマセガキ。ダーリ、乱暴はダメだっちゃ。気に入った。そっちをツモにしてやる。なんで叩いたっちゃ。なんで叩いたっちゃ。ひでえことするな。まだガキなのにポンポン叩きやがって。泣くなよ、強くなれ。触るな、ゲス。男なんかに撫でられても嬉しくないわ。こんなガキ、俺は女だ。何をするんですか。てめえ、このガキどういう育て方するんで。僕が育てたんじゃありません。僕が育ったのがこのガキだ。あ、いやいや、このお子さん。とにかく勇者に謝れ。ケアラに扱うな。危ない。おい、出さんな。なんと不届きな。お兄様をいじめるなんて許しません。涼子、あら可愛い。涼子、お前が助けに来るとは。お怪我はありませんか。さ、お立ちになって。お前の手など借りん。なんて偽物かよ。あの子、この頃から変わらないのね。涼子、そういういたずらは感心せんな。どこかでお会いしたかしら。僕だ僕だ、わからんのか。あなたは誰かしら。まともに相手をしない方が良いかと。いい加減応援を呼ばんか。何しに来たんだ。そうですわ、無事でよかったわ、お兄様。あ、しばらく様子を見るか。うわー、クレイジーライン。
おい何をするか貴様、面倒家の次期当主をこのような目に合わせてただで済むとは思ってるのか。何わけのわからんことを言っておるのだ。散々僕を侮辱しよって。クレイン昭和大臣。なかなかやるな。これなら当然。もちゃん、お手伝いしますよ。貴様どうやって。細かいことは気にしない。貴様なかなか見どころがあるぞ。どうも。何やらお屋敷の方が騒がしかったようだな。クセ者をひっ捕らえたんだとさ。ここに忍び込むとはなんてまぬけだ。誰も見てないでしょうね。あれサイズが動きづれえな。そこに並ぶっちゃ。変装だっちゃ。そうかな。よ、見回りご苦労さんだっちゃ。あの二人どこ行ったのかしら。おいお前たち、ちょっと来い、仕事だ。どうするんで。逃げると怪しまれちゃうわよ。とりあえずついていくっちゃ。お前ら今度の休みに床屋行けよ。規定より長いぞ。はーい。なっ、お上手。まなばし、貴様恥ずかしくないのか。手のひらを返したように卑屈になりやに。ほらほら坊ちゃん、面白い顔ですよ。アホズレ。いい加減に。我慢せえ面倒、これも作戦だ。一旦ガキの仲間になったと見せかけて隙を見て脱出する。そのためにはもっともっと信用されねばならない。許してくれ許してくれ。どうも納得がいかんのだが。貴様まだ俺の真意が汲み取れんのか。あっちゃ向いて、ほい。どうだこれでもか。叩くな。今叩いたのは誰だ。こいつですよ坊ちゃん。あ、貴様許せん。おお、貴様僕の美貌怪我好きか。おおお、シュータロー、今日も楽しく遊んでるようだな。父上、母上、ちょうどクセモノを懲らしめていたところです。クセモノ。おお、どれ。おや、君はもしかして。あ、父上はもしかして僕のことが。新しい家庭教師？あんたの息子です。ん？そんな大きい子か。まさか隠し子。はい、はい、あなたどういうことですか。と奥方様は申しております。たとえ隠し子がいたとしても今の私はお前に夢中だよ。信じてくれ。こにゃこにゃこにゃ。旦那様、私もお慕いしております。愛してるよ。旦那様。ん？若たちが見ていますので続きは別室で。おお、そうだな、そうしよう。じゃあ周太郎、戯れもほどほどにな。はい。さあクセモノ、お楽しみはこれからだ。若、ご注文の品をお持ちしました。あ、うん、な、何をするか。やれ。
仕方ないっちゃ。のくせ者だ。こら、お前もあいつらを捕らえ。どうや、ね、裏切りよったな。そうよ。見ろ、近づいたら火をつけるぞ。早ぞ、早つけろ。何言ってんのよ。早く止めろよ。ダメだっちゃ。ほら、早くそれを渡すっちゃ。特訓の成果が現れようとはな。そうか、特訓で何度も壺を割っていくうちにいつの間にかすごい腕力が備わったっちゃ。うん、理にかなっている。貴様ら、よくもグルになって人をなぶってくれたな。落ち着きたまえ、面堂くん。ただでは済ませんぞ。さてどうする。失っとる。ここだ、ここだ。それ。ああ。よし。くらいにしとけよ。もう少しで見つけますから。もう帰るっちゃ。待ってください。こうなったら壺という壺を叩き割ってくれ。せーの。現代に戻ったっちゃ。手間かけさせやがって。とすると、あー、暗いよ、狭いよ、怖いよ。結局治らなかったな。仕方ないわよ、原因を探る暇なんてなかったっちゃ。残念です。チャンスだと思ったのに。わかー、わか様いらしたぞ。若が見つかったぞ。おかわいそうに、こんなに震えて。よほど恐ろしい目にあったんだな。次回、うるせえやつら。私、お兄様が好きです。